鉱山鉄道、スカーロイ鉄道、鉱山鉄道、スカーロイ鉄道、鉱山鉄道、鉄道スカーロイ鉄道では、記者の絵本で、局長やトーマスたち以外のレギュラー鉄道として登場した、スカーロイ鉄道と、その映像化作品、機関車トーマスに登場する、鉱山鉄道、高山鉄道について、制作を除く、作品全体の情報を扱う。 高山鉄道のモデルとなったタリースリン鉄道は、イギリスのウェールズはタウインに実在する鉄道である。線路も車両も通常の鉄道より小さく、機間が 686mm、2フィート3インチしかないめ、このサイズの鉄道は軽便鉄道、またはナローゲージと呼ばれる。原作10巻の日本語版では、線路の幅が 1067mm 以内のものと、 説明されているが、これは日本では、旧国鉄在来線の 1067mm より、い,い場合のみを、ナローゲージと呼ぶ場合が多いためである。イギリスをはじめ、国際的な基準では 1435mm に、満たなければすべてナローゲージ、狂気であるため、1067から 1434mm でも、ナローゲージとなる。タリースリン鉄道は、輸送量の減少に伴い、 1946年に一度は廃止の方向をたどったが、イギリス中から鉄道ファンが集まり、1951年にイギリスで初のボランティアによる保存鉄道として再開された。なおタリスリンのスリは無静止系側面摩擦音というウェールズ語に独特の発音で、これは L を無声音、静音で発音する多くの日本語話者にとって、 大変難しいものであり、タリヒン、タリツインと表記されることもある。聴覚印象は死に近い。当時の原作の訳は金書きのタリリンであり、他のメディアでもそれが一般的だったが、記者の絵本でも2005年からの審判ではタリスリンに修正されているため、現行ではタリスリンで統一した。タリスリン鉄道の保存活動には、ウィルバート・オードリーボクスも協力しており、 その縁から支援の一環として、記者の絵本へ、スカーローイ鉄道としての登場が決まった。原作初登場は、第10巻、4台の小さな機関車で、以後登場頻度が徐々に増えていった。原作における登場感情報は、記者の絵本を参照。TV シリーズにおいては、第1から3シリーズでは、模型制作技術の制約から映像を送られて、 いたが、1995年の第4シリーズから登場会が制作されるようになった。この鉄道のオーナーについては、下記の登場キャラクターの人物を参照。路線は、ハット橋の鉄道の本線の黒番ズゲート駅を起点に終点のスカーロイ駅までの狂気単線の非電化路線である。地上設備は、運転法案装置は、愚か信号機すら満足にない。 日本で言えば簡易軌道クラスのものである。終点のスカーロイ駅付近は湖沿いに路線がループしている。これは原作20巻では開業100周年を記念して付設されたものである。スカーロイ駅から先にはスレートの切り出し灰の専用線がある。機関庫、修理工場は黒バンズゲートだが大規模な修理は本土のクルー工場へ送られる。人形劇ではカルディー。 フェル山の頂上まで線路が走っている。さらに CG シリーズ以降は、ブルーマウンテンの採石場を経由して、ウルフステッド城の白尺の領地内鉄道まで延伸されている。クロバンズゲート駅では、この鉄道とゴードンたちの本線が並んでおり、顔を合わせたそれぞれの機関車同士で長長発止の会話がよく行われる。またこの鉄道の車庫、サーハンドルたちの増備に伴い、 壁のない屋根だけの車庫が増設されたの隣には、トーマスたちの鉄道の工場への引っ込み線があり、ここでも両陣営が顔を合わせることがよくある。この鉄道の機関車が修理に出される場合にも、ここから、搬入、搬出する。CG シリーズ以降は、ビクターが、ナローゲージ仕様である関係で、都道整備工場内にも狂気線が敷かれていて、高山鉄道の路線とも直結している。 第4シリーズ、ブルーベル列車の中で、ラスティが、バロインファーネスらしき場所まで行っていることから、テレビ版では、クロバンズゲート駅から、ビッカースタウニ駅への迂回線は、鉱山鉄道の路線であるか、ハット橋の鉄道路線だが、狂気の線路も並行して付設され、鉱山鉄道に運用を委託している等の解釈も、できる。 しかし本来この支線は、旧本線だったとの歴史設定がされているので、鉱山鉄道の路線だけ付設されているということは、考えられない。また、かつて中央祖堂鉄道という私鉄が存在した、ただし公式設定だが、原作、人形劇とも劇中では、この固有名詞は使われていない。原作では25巻、消えた機関車でその様子が書かれている。これは、 トーマスの支線の終点にあるファーカーの石切り場と同じ山の正反対側の北斜面から切り出された花崗岩や見陰石、さらに奥のカスにハーウィン付近から産出する鉛をアールズバーグ港に運ぶことを主としていたこの鉄道と同じ線路規格の狂気路線でそのまた奥の山の中の集落キングオリズブリッジで伸びていた原作では 中央蘇堂鉄道の名前については言及されていない。なお、中央蘇堂鉄道の廃線後には、とても小さな15インチゲージのちんまり鉄道が、ハット京とこの鉄道のオーナーの共同出資で、アールズバーグからアールズデールまでだけ再建され、砂利運搬と観光客輸送を行っている。ただ、アールズデール駅の場所が、村の南に曲がった場所にあり、中央蘇堂時代と異なっている。 機関車の色は、原作では、タリスリン鉄道の緑に対し赤、10巻のみ、レジナルド・ダルビーの絵なので、ピンクに近いである。人形劇では、どの車両も1台ずつ違う色になっている。サーハンデルとピーター・サムは、中央疎通鉄道から譲渡された時、原作では赤色に塗り直されているが、人形劇では、原作の譲渡前の色をそのまま使い、 さらにネームプレートのみを付け替えることによって、回想シーンでの使用を可能にした。番号は、機関室の横に小さく記されている。また、トーマスたちは各、キャラごとに、BGM が作られたが、高山鉄道は原則として、全キャラが、同じ BGM である。CG 版以降、言語版では各キャラクターを個別に声優が、演じるようになったため、 機関車たちがそれぞれ出身地に合わせた名りで話すようになった。色は水色で窓上がクリーム色。ただし車掌者とエーダたちは水色一色。原作の客車は鉄道会社の区別を問わずすべて女性系である。最初の5両の客車はスカーロイ、レニアスと共に開業当初から働いている。開業当初は慎重でスカーロイに対しても用心深かった。 家畜者呼ばわりした、サーハンデルと客車に見向きもしない段ンを相当嫌っているようである。逆に客車の扱いがうまいピーター・サムとは仲が良く売店のおばさんを置いてきぼりにしたことを知らせている。顔はダルビーとケニーの絵では描かれていなかったが、エドワーズの絵では人形劇版のデイジーのような顔が客車ごとに描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。